日本東京都大田区、山王山王は東京都大田区の町名。現行行政地名は山王一丁目から山王四丁目。郵便番号は143-0023。東京都大田区の北東部に位置する。北辺は品川区西大井、品川区大井にそれぞれ接する。東辺は JR 東海道線の線路に接し、品川区南大井。 大田区大森北にそれぞれ接する。南辺は、関七通りに接し、これを境に、大田区中央に接する。西辺も関七通りに接し、これを境に、大田区南ま込に接する。北西端は、大田区東ま込に接する。なお、現在、池上通り拡幅を含めた、大森駅西口再開発計画がある。町域内を南北に池上通りが通っている。 町域東部は大森駅の西口にあたり、駅周辺は商店やビルが立ち並ぶ。他に池上通りやジャーマン通りなど、幹線道路沿いにはビルや商店が並んでいる。そのため多くの商店街組合が形成されている。池上通りの裏、駅前の傾斜を下ったところにある三王工事飲食店街は、かつて雨が降ると坂を上がれないことから地獄谷と呼ばれており、 昭和の香りを色濃く残す飲食店が並んでいる。高台地区は基本的に第一種低層住居専用地域に指定されており、低層住宅地となっている。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば3の3から34から3の地点で59万1000円平方メートルとなっている。大森街拒否かつては文化人や実業家、 政治家の邸宅が並ぶ住宅地であった。江戸時代は平間街道沿いの宿場町として、荒井宿と称した。大森駅前の山側は、将軍家のお借り場で定置部は、田畑となっていた。明治5年に鉄道が開通し、大森停車場が開業すると、多くの外国人が移り住み、開発が始まった。また、その列車に乗車していたエドワード・エスモースがこの地域に、 ある貝塚を発見、現在は大森外居の石碑が建てられている。明治20年には大森八景園が開業し、景品の新名所となる。その後、大森ホテルや防水楼ホテルを中心に別荘地として栄えたが、大正12年の関東大震災後は安全利便な郊外住宅地として人気を博し、各界の名士が移り住んだほか、ドイツ学園が 横浜より移転し、1991年閉校、現在もジャーマン通りの名称にその名残を残す。明治22年に、本郷より、日本帝国小銃射的協会が移転し、約1万5000坪の土地に射的場を建設。その後、敷地内にテニスコートを設置し、大正12年には、大森定級クラブが開設された。射的場は、鶴見に移転し、敷地の下半が、 住宅地として分譲されたが、テニスコートは残り、大森テニスクラブとして存続している。また、昭和初期には時代を代表する文学者が数多く集まり、孫目分文村の一角を形成した。かつてのお屋敷街も現在では相続等により、分割され、王子を忍ばせる洋館は年々少なくなっている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は、 以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。長域東部に京浜東北線大森駅がある。他に大森駅から各方面通じているバス路線の利用もある。ありがとうございます。